西根バイパスは岩手県八幡大市を通る国道282号のバイパス道路。岩手県八幡大市平立付近国道282号、旧道は八幡大市中心部において道幅が狭く、かつ住宅や商店が密集する地区を通過しており、一部中央線や歩道のない箇所、見通しの悪い急カーブつづらラりが存在する。 また、降落期には8万体及び、安飛高原へ向かうマイカーの増加により、交通渋滞が慢性化し、通過する大型自動車の増加も著しいため、迂回路として、西根バイパスを整備する運びとなった。道路延長が 8.9km と長いことから、道路整備事業は、西根インターチェンジから県道257号との、交点までの第一航区と、 県道257号との交点から松尾地区までの第2工区の2工区に分けて事業が進められた。1994年に事業着手し、2005年3月31日に八幡大市道山後沢線との交点から県道岩手大武家線との交点まで部分開通。さらに、同年12月9日には開通区間が南へ延伸され、花輪線をび、 県道199号と立体交差する形になった。これに伴いすぐ東隣にあった JR 花屋線の中踏切は廃止されている。また、関連事業として交通の難所となっている県道岩手大武家線、竹花踏切付近の立体交差化工事も進められた。この完成により竹花踏切は廃止され、 県道二百五十七号は原ルートの二百八十二号及び JR 花輪線をくぐって、八幡大市役所前定時路に至る形へと変更された。第一期構区の全線開通は二千七年十二月二十八日。第二期構区は第一期構区の開通及び二千八年度の事業再評価時の計画縮小を経て本格設計に入り、二千十二年三月十六日に、 県道岩手大武家線との交点から八幡体室総合運動公園までの区間が2014年12月25日には運動公園から終点までの区間が共用を開始し、これをもって全線開通となった。なお、平立小学校付近は既存の指導を拡幅、移設する形により建設され、平立小学校前にはおしぼ単信号機が新設された。さらに、 b b 周店部では以前直進していた旧ルートが一部廃止されたため、数の方面から八幡大市街地へ入る場合は、左カーブした先の平立駅入口十字路を右折し指導を経由する形となる。ありがとうございます。